愛されるため生まれた君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。今もその愛受けている。最後にメッセージをお届けして終わりにしたいと思いますが、聖書には3つのことが代表的に書かれています。第1番目、目に見えないけど神がおられる、神はここにいる。でも先祖アダムとイブは、私たちの先祖は神を捨てて悪魔に従ったんです。神との関係が切れた。あの根のない花が枯れるように人は神から離れた結果死ぬ運命をたどったのです。でも2023年前、神の一人子イエス・キリストが私たちを救うためにこの地上に来られた。今日皆さん、死ぬべき私たち、罪で滅びて永遠の命じゃなくて永遠の滅び、地獄へ行く私たちを救いに来てくださったイエス・キリストを皆さん信じていただくことを心からお勧めします。信じるなら誰でも救われる。皆さん、プレゼントとして受け取ってください。プレゼントだから信じるだけでいいんです。今日皆さんがそのイエス・キリストを受け取って、そして永遠の命を受け取っていただくことを、一緒に天国行くことを心から皆さんにお勧めして、本日の街頭活動を終了いたします。皆様どうもありがとうございました。じゃあ最後に、イエス・キリストはあなたを愛しています、3回一緒に叫びましょう。3回、イエス・キリストはあなたを愛しています。イエス・キリストはあなたを愛しています。イエス・キリストはあなたを愛し、あと2回、イエス・キリストはあなたを愛しています。イエス・キリストはあなたを愛しています。ありがとうございます。神様、素晴らしいお方ですから、ぜひね、優しい神様信じてください。今年のクリスマスはイエス・キリストをお祝いしましょうね。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。